綺麗なんだけど風がやばい。はいどうも、 GF チャンネルのイッチーです。本日は群馬県と新潟県の県境にある平瓢山に来てます。お花がとてもね綺麗な山として有名ですので、よかったら動画最後までゆっくりご覧ください。どうぞ。それではいつも通りヤマップを使って活動を記録していきたいと思います。活動を開始。それでは登山口をスタートしていきます。今朝は4時半の時点で駐車場に来たんですが、もうね第一駐車場は満車でしたね。第2と第3ねまだ空いてましたので、そちらの方に車を止めました。どうやら今日はね1年で一番登山者が多い日みたいですね。駐車場にはトイレもあって、でそのトイレもねすごく綺麗だったので、皆さんここでね済ませていくといいと思います。ここが登山口ですので、ここからまずは松出山っていう山に向かって登っていこうと思います。本日のコースは平瓢登山口をスタートし、松出山、平瓢、そして千の倉、ぐるっと周回する 13.8 キロのコースになります。上りと下りはそれぞれ1352メートル、標準のコースタイムで7時間半ということで、日帰りのね中級者向けのコースになります。この平瓢はスタートをして最初の5キロほどで累積標高がね一気にこう 1000 メートルほど上がっていきます。結構ねガツガツ登っていくっていう感じです。ところどころに1号目とかね2号目っていう看板が出てきますので、それを見ながらね登っていけばいいと思いますよ。この鈴なりになっている植物は裏白洋楽ですね。可愛いですよ。平瓢なんですけども、お花の山としてかなり有名です。なので6月に登る方が圧倒的に多いです。1年の割合を見ても40% から 50% の方がこの6月にね集中して登るという特徴的な山となっています。はい、1号目に到着しましたよ。こんな感じで5号目あたりまではガツ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 登っていきますからね、頑張ってどんどん歩いていきましょう。前回この平瓢に来たのは7月の中旬ですね。でその時はね日光キスゲがものすごくねたくさん咲いていました。今ね時期は6月の中旬なので初夏の花々が楽しめると思います。私のね今日の目的は白山小桜、これがね見れるんじゃないかなと思っています。序盤ですね、2号目にかけてのこの岩場の登りがね最初皆さん大変なんじゃないかなと思いますので、まあ、ここはねゆっくりのんびり呼吸を整えながら歩いてみてください。ここが2号目ですよ。はい、2号目。1号目から2号目にかけてやはり岩場が続いてましたね。結構そこ大変なんで頑張ってくださいね。2号目から3号目にかけてもしっかり登っていってますよ。なかなか大変ですからね。はい、スタートから標高差300登ってきて3号目です。こんな感じでロープが出てきましたね。ただまあこのロープはね使わずに登っていきましょうね。午前立ち花ですね。葉が4枚では花が咲かず、このように6枚になると花を咲かせるお花です。はしごが出てきましたよ。このはしごもね結構大変ですけど頑張っていきましょう。特徴的な鉄塔のところまで出てきましたよ。ということはもう少しで4号目の表記が出てくるんですかね。右手には苗場スキー場が見えますね。はい、やってきました。4号目です。4号目はね鉄塔のすぐ横っていう感じですね。今日は風がかなり強いですね。まあ汗がね一瞬で乾くので歩いてる分には涼しくていいんですが、太陽がね顔を覗かせてくれるといいですね。ここからは木段が出てきましたよ。木段をね整備してくれてるので非常に歩きやすいですね。木段を登り切るとここが5号目です。あと半分。ここは足元に舞鶴草がたくさん咲いてますよ。うわー、赤物、なんかちっちゃい妖精みたい、可愛いですね。登り始めて1時間30分ほどでここは松
松出山です。標高は1614メートルです。松出山の周辺にはね、このようにシャクナゲがたくさん咲いてますね。このねシャクナゲもね綺麗ですね。そしてここからこの稜線を歩いていきますよ。いやワクワクしますね。とても綺麗な稜線ですね。この稜線を歩き始めてすぐのところにツマトリソウが咲いてますね。これもね綺麗な形の花ですね。松出山からの稜線歩きすごく気持ちいいですね。こんな感じで歩いていけますよ。この辺りは岩鏡もありますが、もうこれはね見頃のピークを過ぎたっていう感じですね。はい、7合目にやってきました。6合目あったかなちょっと6合目見落としたかもしれないですね。この辺りには白山千鳥が咲いてますよ。これもね特徴的な形の花ですね。ほら見てください、この上たくさんの人が登ってますね。木段の脇に8合目がありましたよ。できましたよ。ご覧の通り天気は少し回復してるんですけど、風がとにかく強いですね。この辺り白山一毛がものすごくたくさん咲いてますね。風にかなり揺らされて、もうみんながめちゃくちゃ頭振って踊ってるみたいです可愛いですよ。稜線が本当に気持ちのいい山ですね。ほらほらこんな感じ、すごくいいですよね。それでは歩き始めて2時間45分ほどで平っぴょの山頂にやってきましたよ。標高は1983メートルです。山頂はね結構広いんで、たくさんの人が休憩をしています。ではここから千の倉の方に向かって歩いていきたいと思います。さあここから見たかったお花たちがねたくさん出てきますよ。まずは白山一毛のお花畑でございます。すごいですよ。今回見たかった白山桜がものすごくたくさん咲いてますね。この紫がかった色すごくね綺麗ですよね。お花畑がめちゃくちゃすごすぎて、もうね写真や動画いっぱい撮っちゃうんでね、足が進まないですね。いやこれは本当ね、皆さんぜひ来てみてください。ものすごいですから。本当お花畑すごいですよ。同じ白い花でも白山一毛は純白っていう感じで、シングルマはね真ん中の黄色い部分が目立ちますね。せっかくお花がね綺麗なんですけど、風が強すぎて花が揺れすぎてまともに動画に収まらないですね。とにかく風が強すぎますね。すごい思いっきり声張らないと届かないです。こうやって熊笹ゾーンに入ると風もね静かになるので声も通りやすいですが、ひとたび稜線でと爆風ですね。もう少しで千の倉ですね。もう見えてますよ。この稜線ねぜひ皆さんにも歩いていただきたいですね。最高ですよ。歩き始めて3時間50分ほどで千の倉にやってきましたよ。ここは標高2026メートルです。このね山頂からは奥の方に万太郎山、そしてさらに谷川岳と見えるんですよ。このね主要線はねロングトレイルとなってるんですが、いつか歩いてみたいですね。千の倉から少し進んでこの先にお花畑があるようなので、ちょっと歩いてみようと思います。このね下ガツガツ降りたところにお花畑があるようですよ。お花畑はこんな感じで白山一毛が咲いてました。ここのお花畑よりも圧倒的にね平っぴょのすぐ下にあるお花畑の方が規模が大きくておすすめですね。ここはわざわざ来なくてもいいかなっていう感じです。結構降りてこないといけない場所ですね。ではねまた千の倉まで登り返していきたいと思います。自分はあれからフォローしてみます。
本当ですか、はい、もう見た瞬間に流れ分かりました、はい、ありがとうございます。千の倉の山頂に戻ってきました。相変わらず大人気ですね。ではここからまたねお花畑に戻っていきたいと思います。平楽廟の山頂はあのようにディズニーのアトラクション待ちみたいに並んでますね。大人気でございます。それでは今からこの下にある小屋の方に降りていきたいと思います。この道も歩きやすいですね。めちゃくちゃいい天気、ね、すごいね、青空でございます。この先どんどん進んでいくと目の前にね小屋が見えてますね。山小屋までの道にも高山植物がね咲いてますね。これも見落とさないようにしっかりチェックしていきましょうね。歩き始めて5時間48分で平楽廟山の家に到着しました。じゃあちょっとね休憩したいと思います。これは夏みかんのソーダですね。少しね苦くてほんのり甘いって感じですね。美味しいですよ。もう一杯が猿なし。うん、猿なしって何ですかね、ちょっと分かんないですけど、美味しいじゃ美味しいですね。コンビニで買ったメープルパンケーキだよ。美味しい、間違いないね。意外とね標高差あるんでしっかりエネルギー補給しないとね。あまり食べ物とか売ってないのでご自身で持ってきてくださいね。それでは平楽廟山の家を後にしてここから登山口の方に降りていきたいと思います。いや小屋のね周りたくさんの人でにぎわってましたね。じゃあねこの道めちゃくちゃ長いんで一瞬でワープしようと思います。せーの、はい、あっという間に登山口に降りてきましたよ。頑張りました。はい、これですね、ここが登山口です。いやなかなか疲れました。じゃあねこの後ちょっとお風呂に入りに行きたいと思います。駐車料金は600円で、駐車料金を払った時にこの温泉の割引券をくれたのでここにね入ろうと思います。はい、じゃあねここ雪笹に到着したんで今からお風呂に入っていきたいと思います。はい、入ってきました。気持ちよかったですよ。鉄分が多い感じの温泉でした。シャンプー、リンスとドライヤーもありました。じゃあねちょっとお腹が空いたんで何かを食べに行きたいと思います。せっかくね群馬県に来たので群馬県のもつ煮の名店長井食堂さんにやってきました。さすがにね中では撮影できませんのでご飯食べてきたいと思います。ここはねご飯がかなり多いので女性の方なんかはね半ライスでいいと思います。そしてねもつは柔らかく煮込まれて味もしっかりしていますので食が進む一品となってます。ぜひぜひ皆さんも長井食堂のもつ煮食べてみてください。おすすめです。はい、それでは本日はお花がねとても綺麗な平楽廟と千の倉をのんびり歩いてきました。この山は標高差はね 1000m ありますので体力つけてぜひぜひ綺麗なお花を見に来てみてください。今回の動画面白かったなと思っていただけたらグッドボタンだったりチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまたどこかのお山で会いましょう。じゃあまたね、バイバーイ。GF チャンネルでは上りも下りももっと快適にをコンセプトにグリーンフィールド立川という施設を運営しています。登山を楽しんでいただけるように様々なアドバイスをしています。もし気になった方はぜひ概要欄のリンクをクリックしてみてくださいね。